皆さんこんにちは、恵美子しばむらのふわふわチャンネルです。恵美子社長、はい、あのお子さんのいじめの問題で悩んでいる親御さんが多いんですけれども、いじめについてお話をお願いできますか。はい、まあ、とにかくね、いじめっていうのはね、エネルギーの奪い合いだよね、はい、しかもね、このエネルギーって結局我慢してる子たちがエネルギー不足になってきて人から取っちゃうっていう現象なんだよ。あ、うん、でじゃあこの我慢って何ですかって言ったらさ、まあ今ね学校とか行くじゃないの、はい、行くんだけど勉強嫌いな子もいるよね、はい、それから勉強好きな子もいるんだよ、はい、だけどが勉強ばっかりさせられるんだよ、はい、嫌いな子もね、それから今度終わったら塾でしょ、はい、こんなにね朝から夜まで勉強だよ。もうずっと習い事も塾、学校、もう体、我慢にも限界あるよね、はい、でも疲れちゃうしさ、でちょっと息抜きにゲームでもしたいとかって言うと、ゲームやってるじゃんって言って、ゲームやる暇もないんだよねと幸せになる暇がないんだよ。ああだってさ、あの何好きな勉強大好きだって言ったらいいんだけど、それ少ないと思うんだよね。なるほど、確かに、うん、私だって勉強嫌いだったから一人さんだって嫌いだったからね、はい、だから、まあ、周り見ると嫌いな人多いからね、はい、でそれが今みんな勉強ってやらされたり、はい、なんかちょっといろんなことでもさ、あの強制されることが多いよね、はい、そうするとちょっと風船をイメージしてほしいんだよね、はい、でこの風船がどん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 しぼんでっちゃうんだよ、はい、エネルギーを取られて、はい、そしたらどっかから空気っていうかエネルギー取りたいんだよ、うん、これをこの風船の中にもう一回詰め込みたいから、弱い人からエネルギー取っちゃうっていうね。あでいじめられてる子ってどうしたって明るくないで陰険な取り方するんだよ、うん、愛のない取り方します、うんうんうん、でじゃあ愛って何ですかって言った時、楽しいことなんですよ、はい、だから子供たちにとってゲームとかやったりとか、ね、楽しいことをね、親も何が楽しいか見てて、何楽しいのかやりなって、うん、そっちの方が大事。なるほど、うん、はい、それで私なんかも勉強しなくたって今だってねちゃんとやれてるんだから、うん、楽しい楽しいで来ちゃってこれだから、うん、で人生って楽しみに来てるのに、幸せになるために来てるっていうのは、楽しみは味わいに来てるんだよね、うんうんうん、でも楽しいことが愛が生まれるんだよ、はい、だって楽しいねってやっててね、いろんなゲームとかもいろいろやりながらもさ、そこから仕事になってく子だっているし、はい、将来こっち大工さんになりたいなとか、びっくりしたよ、ちびっこでさ、カンナクズが好きですとかって言ってさ、カンナクズこうやって見てる子がいたりね面白いですね。でそしたらさ、大工さんになりたいなとかって、うん、でそれずっとね研究した建築家になりたいとかってさ、いろいろあるんだよね、はい、道は方法は無限大なんだよ、うんうん、まあ、基本的な勉強は必要かもしれないんだけど、あんまり押し付けがましくやっちゃうことがダメだって。お父さんとお母さんたちだって考えてみな、うん、親にやられたはずだよ。あそれを子供にやっちゃってるんだよね。もうそろそろそのね、嫌なことをやらせる時代じゃもうない、うん、ね、じゃあだってそんなこと言ったらこの子の心配です、心配しちゃダメ、うん、子供は信じてあげるんだよ、はい、心配のエネルギーをお母さんお父さんね、子供にね呪文のことかけちゃってませんかって、はい、だから楽しいねのエネルギーをかけてあげてほしい、そして信じてあげてほしいんだ、うん、そ子供の中の可能性に、それ子供が勝手にそういう風にね、お母さんたちから愛を持ってね、注がれたらその愛は育つから。なるほど。そしたら周りの子供に対して幸せになってくると、もう周りの子供たちもね、愛を持って接するようになるんだよ。子供がいじめなんてとんでもないんだよ。そんな風にならないの。だから楽しいことだけやってあげてほしいです、はい、ね、そしたらそんなんで大丈夫ですか。大丈夫です。だって毎回楽しい楽しいってやっていくと未知数だからね、子供のイメージって広がるよ。でどんどんイメージ広げてあげればいいんだよ、はい、ね、そうすると人をいじめたりしません。で、あのいじめられた子はね、こういう風になっちゃうの。負の連鎖って、もっとすごいのはさ、陰険ないじめされちゃうとさ、外出たくない。あのいじめられた子はさ、今度さ、親からエネルギー取るんだよ。病気になっちゃったり、それでそれでもダメな場合はもうね、あの引きこもりになっちゃうね。それでこのまた引きこもりになったことをどうしようって考えて悩んじゃうんだよ。このエネルギーがまた暗いの。
で罪悪感も出てきちゃう、だからコミュニケーションも取らない、親がいない時に降りてきてご飯食べたりとかするようになって人と会いたくない、でそれよりもその負の連鎖を切り替えるんです。そうじゃなくて、あのいいよ、いつまででも引きこもってなとか、お母さん楽しんでくれよとかね、もう気楽にいるんだよ。だから不安はいっぱい言ってほしい、子供にも教えてあげてほしいの。嫌なことあったらふわふわって自分で言うなとかって言ってあげてほしい。そしたらそうだってね、いろんなことあるなって自分なりに気がつくから、人をいじめるエネルギーにならない、人に何かいいことしてあげたいってエネルギー変わるから、親御さんが変わると負の連鎖が断ち切れるって。そう、まず親御さんが幸せになって信じてあげて子供を、はい、ねということですね、はい、だから、皆さん、楽しいことをねやらさせてあげて、でそれやって失敗しないから、うん、だって成功とは楽しいことなんだよ、はい、その一歩ずつを歩まさせるだけ。これちょっとね親御さんにとったらさね、って思うけど一回やってみてほしいんだ、それと褒めてあげてほしいんだよ、うん、すごいねって、もう楽しいこと褒めること、この2つだけ親御さんやってみてください。1週間でいいからやってみて、したら変わります、うん、はい、ということですね、はい、はい、今日はいじめの話でした、はい、そして、このお話に、共感した方はシェアもよろしくお願いします、はい、それからチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。